マルハバン。ということで、今回もね、ウイクラストーリー編やっていきたいと思います。はい、それではですね、現在シーズン98年目、トッププレイヤーディビジョン20にいるわけですけど、はい、まあ、こっからですね、まあ、ブレイクギャラクシーが目指す、ターゲットについて話していきたいと思います。あら、まあ、スーパースター X 一番右端のね、このパープルカラーに光ったこの、ここのスーパースターエキストラ、ここに行くまでの、ビジョンをですね、このストーリー編、この動画に、まあ、ストーリー編に収めていきたいなと思ってますんで、ぜひ、まあ、何かしらの応援を、お願いしたいなといったところですね。チャンネル登録だったりコメントだったりお待ちしてますんで、はい、続いてアソシエーションについてはまた、次回の動画で、あ、次回の動画じゃないもうやばいわ。はい、試合中にでも、まあ、時間があれば話していきたいと思います。それでは、14週目ということでね、まあ、98年目ももう残りわずかとなってきました。第16節アーセナルですね。まあ、コンピューターチームなんでなんとかこれはいけるとは思うんですけど、順位表確認していきましょう。現在4位といったところで、まあ、射程圏内であると。まだまだね、あと3試合も残ってるんで、まあ、横浜アントラーズ、ここはね目指していけるんじゃないかなと。まあ、ちょっと2位は厳しいかもしれないんですけど、もしかするとワンチャン、3位以内に切り込むことができるかもしれないですね、今シーズン。ただ、まあ、できるだけ力をつけてね、スーパースターに昇格したいと思ってるんで、ね、スーパースターに結局上がったのにまたね降格してしまうっていうのが一番やっぱり嫌だと思うので、そこは避けたいなと。はい、それで4位ということで、今26ポイントで、15試合中7勝5引き分け3負けで、得失点差は14点、で3位との差は、1ポイント差、そして2位との差は、9ポイント差って感じですよね。で5位も、スーパーワンダーが、あるんで、まあ、4ポイント差といったところなんで、まあ、ここしっかりやっぱり勝っていかないといけないかなと。そしてゴールアシストランキングはですね、7点のモラタが3位、そして、アシストランキングはなんとベッシーがまた9アシストで1位です。いやー、素晴らしいですね。さすがと言ってもいいところじゃないでしょうか。まあ、あとはここでしっかり勝つことができて次回に生かすことができるのか、まあ、ここがね非常に要になってくる。そしてね、ロナウド、もう20何歳だっけ、26ぐらいだよね多分。でバラン、あ、いやでもバランとかと一緒じゃなかった、27、27はやばいよ。もう27なの？早くない？なんか、いやいや早すぎでしょ。もう27、もう27ですか。嘘でしょ。ツィガンコで、サルバ、シュンスケやばい、シュンスケがやばい。でシャビでエスクデロで、ルベン・カストロじゃない、ルベン・セルジ・ロベルトですね。でルベン・ディアス、よしこれでいきますよと。モラタ、バルデ、まあ、バルデと交代だよね。バルデってもう結構年いってるしね、32で、バルデも32、もうない年だからね。90と9の差は90と99の差だから、やっぱりここはモラタを使っていきますよねーっていう感じで。はい、これは俊介ですよ。ロングはこっちでいいかな。
あ、まあ、いっか。よし、これでいけるんじゃないか。キックアス、キックアス。はい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 、これはもう勝ちますよっていうね。はい、それではアソシエーションについて話していきたいと思います。はい、現在ですね、まあ、MR っていう協会を運営してるんですけど、まあ、もし、興味があればですね、参加してもらいたいなと思います。でですね、まあ、まあ、もしなんで、もし興味があれば参加してもらえればっていうことなんで、おい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 、マジかよ、何してんだよ、先制点。ですね、まあ、教会、一応アソシエーション ID についてはこの動画の説明欄もしくは、チャンネルの概要欄の方に貼ってあるんで、そちらからね、アソシエーション ID だったり、まあ、フレンド、申請とかもそちらからしてもらえればいいのかなと思います。そしてですね、一応参加条件がありましてですね、アマチュア以上からが参加可能となってますんで、そこも気をつけてもらいたいなと思います。はい、そしてですね、まあ、アソシエーション、まあ、協会 MR の、特徴特色は何なんだっていったところなんですけど、まあ、ツイッターのスペースっていう、まあ、機能があるんですけど、それらを活用してですね、協会メンバーをそこに招集して、そこで、まあ、協会内の取り決めだったり方針を発信していこうと思ってますんで、ぜひ賛同いただける方はツイッターのフォローとか、お願いしますといったところで、まあ、同じ協会メンバーの人だけじゃなくてもね、いいので、まあ、一応その理由としてはですね、まあ、もっとこう、なんていうんですかね、自分でその、まあ、自分今会長なんですけど、その会長っていう権限を持ってね、なんかこう全部決めちゃうっていうよりはですね、みんなでこう決めてきたいなと、まあ、その協会メンバー全員で作り上げていきたいなと思ってるんで、 MR を、ぜひそこは、ご了承いただければと思います。そしてですね、まあ、やっぱりいくら、やってて、まあ、そうですね、同じ教会じゃなくてもですね、まあ、他の教会のメンバーの人とも、そういった関わりを持つというか、まあ、教会を強くしていくための秘訣とかをですね、そこで話したりとか、まあ、そういう情報交換の場所にもなったらいいのかなと思います。そしてね、やっぱり、教会内の、なんかやばいな。で、まあ、これから、ウイクラ始めようかなとか思ったりする人とかいたりとか、まあ、ウイクラね、始めたんですけどまだ間もないですっていう方から、まあ、ウイクラ始めてね、もう数年経ちますよっていうベテランの方まで、まあ、初心者からね、
上級者までたくさんいるとは思うんですけど、まあ、幅広い層でそのウイクラスペースに参加してもらってですね、このウイクラ市場全体をね盛り上げていけるようなそういうコミュニティの場にもしたいと思ってるんで、まあ、もしね、ご協力いただける方はぜひね Twitter のフォローしてもらいたいなと思います。そしてまだこの動画ね、見てるけどまだチャンネル登録してないよっていう人はですね、ぜひ、チャンネル登録してですね、最新の動画を取得してください、受信してくださいねといったところで、よっしゃ、いやー OK、 いいね、追加、いやなんかダメだな、ちょっと待て待て、このまま負けたらやばいぞ。やっぱりですね、おお、マジか、もうメッシ入れていくしかないな。これやばいだろ、なんでこんな取れないんだろうね。はい、やっぱりまだ、ウイクラっていう存在自体知らないっていう人からね、まあ、ウイクラを知らない、そもそもサッカーの、サッカーを知らないっていう人とかね、まあいろんな人がいると思うんですけど、そこにねやっぱりリーチ、していきたいなと思ってますんで、ぜひもっと、拡散してですね、ツイートの、リツイートだったりね、お願いしたいところです。おー、マジか、うわひどいな、シャンピンボレー、ちょっとやられすぎじゃないこれ、あまりにもひどい気がするけど、オーバーメヤング強すぎでしょ。ロナウド上げろよ。OK。いやー、ルベン・カストロ。いやルベン・カストロがダメだな、ちょっと待て、やばいよやばい、ちょっと今回は完全戦術ミスですね。おちょっと待て、これ勝てるチームに負けちゃったっていう、そんなパターンがあっていいのか、頼むぞメッシ、 OK、 危な、負けるところだった、あぶねー、てかなんでこんなチームに引き分けてんの、コンピューターチームに、しかも結構危なかった、なんでこんな引き分けてんだ、普通に、なんでこんな普通に引き分けてんだ、普通に勝たないといけないところだったんだ、いやもう時間ないやん、時間ないじゃん、おーマジかー、もうこれ3位切り込めないな、もうちょっと厳しいわ、まあ相手が運よく引
き分けたり負けたりしてればいいけど、それはないだろうな。絶対ない。いやー最悪だ。マジか。ひどいねこればっかしは。引き分けはないよね。引き分けってかそもそもなんでいられたんだ。おお上がった、ラッキーラッキー。オッケーよかった。横浜アントラーズも引き分けだ。でもここでやっぱり勝っとけばもっとね差がついてたんだよね。2ポイント差つけれてたんだけど、やっぱそこをつけないといけなかったな。いやー非常にもったいないことをしましたね。はい、まあただ運よく昇格することができたんですけど、まあ同じポイント数なんで、もうあとはねどっちが負けてどっちが勝つかどっちが引き分けるかみたいな、そんな、もうね激しい攻防戦にはなると思うんですけど、まあユーザーチーム相手ユーザーチーム次第といったところが一つあります。それでは、それでは次回の動画はですね、15週目、第17節ということでスーパーワンダーとねやるんですけど、そのスーパーワンダーが確かまあ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 強いんだね、うん、5位なんだよ。で一応ちゃんと7勝とかしてるしさ、強かったのよ。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイチャーでいいんだよね。いいね。それでは、ほいでは。